山を思えば人恋し、人を思えば山恋し。あ、百瀬慎太郎さんの言葉なんですかね。どっかで見た言葉だなと思いましたが、ここは、扇沢駅、標高1425m、はい、ここから黒部ダムまでトロリバスで行ける場所でございます。ダム行っちゃいます。はい、とりあえずね、トイレと、食事としてですね、時間ありそうだったらダムまで行ってきますね。はい、バス少なめです。時和さんいるんでちょっとご挨拶してきましょう。隣は売店ですね。で、こっちがバス乗り場ですね。現在こんな感じですね。気温26度もありますね。みたいですね。はい、残念、明日から、観光放水っていうのをねやるっていう情報は聞いてたんですが、試験放水みたいなことを今日やるのかなと思ったらやらないということだったので、この売店でねダムカードもらえますんで、ダムカードもらって食事しましょう。はい、じゃあ食事済みましたんでね、展望台の方ちょっと覗いてみましょう。まあ、位置関係としてはね3階になるんですけど、まずこっちから行こうかな。はい、山、駐車場、バスあそこ、反対側も行きましょうね。じゃあ、あれですね、トロリーバス、電気自動車みたいですけどね。あそこは乗り場でこっちが降り場なんですかね。車庫になってますね、トロリーバスの。という、場所でした。で、売店でダムカードをもらおうとしたんですが、トロリバスの乗車券がないともらえないということだったんですが、売店のお姉さん優しいのでくれました。お礼を言っていきましょう。まあ、ちょっとダム行こうかどうよ、どうしようか、ちょっとまた悩みます。ちなみに喫煙所は売店の裏側ですね。
ね、クマで、バコスターさせてください。はい、時刻表ですけどもね、30分おきにね出てるようですよ。12時半、12時半、まだね十分行って帰ってこれる、時間ですね。値段を確認しましょう。販売機4名様までのチップ購入ができます。はい、往復1人、現金2610円だそうです。ちょっと今日は放水がないのでやめときます。ロブエダムコース2時間だからね、行ったら間に合わない、やめとけよ。はい、ありがとうございました。